今回は茶番なしの自腹をかけたプレゼンです。共犯ファンディング、新しい未来をつかみ取れ。ではどうぞ。失礼します。今宵一人の志願者が己の野望を胸に共犯ファンディングに挑む。まず名前をどうぞ。安川翔太、27歳 YouTuber です。あなたの希望する投資形態は？投資でお願いします。あなたの思い描く未来のお姿は？視聴者の皆さんが求める新しい共犯を手に入れて、もっと電気山と共犯を確立させていきたいです。オーダーナッシング、新しいペアをつかんどれ。キャッチャーパンティーズ。パノラマ TV。 ではあなたの経歴と志望内容を教えてください。まあ、パノラマ TV っていう YouTube で、あの1個企画が、今までは基本的にはお笑いのジャンルでやってたんですけど、1個共犯を吐いたら水着がの代わりに共犯を吐かせるっていうドッキリがあって、でそっからめちゃくちゃバズって、でそっから共犯ばっかり履いてるんですけど、でその中であの新しい共犯っていうのを履いてほしいっていうリクエストが視聴者の方から実際に届いたので、今回その購入資金投資していただければ思って参加させていただきました。ちょっともう早速ね、結論から聞いてあれなんですけど、いくら投資希望されてますか？投資系動画プロデューサー、アークシャーマザーウェイ CEO プロ、1000万円を使ったプレゼント企画を敢行したり、お賽銭にお札を使うなど、お金の使い方は豪快。その資金源は不明で、悪い噂が後を絶たない。志願者の無謀な挑戦にもお金は豪快に使うのか。投資額はこの資料の一番最後のページ見てもらったら分かるんですけど、この一番下に書いてある1万1000円税込みで、この金額を投資していただきたいなと思います。このちょっとちらっと上に写ってるこの写真、はい、どういうこと、これ女物のですか？確かに。いや、これはあの参考と言いますか、これは女性用なんですけど、僕が欲しいのはあくまで、はい、その2ページ目にあるんですけど、あ、まあ、最初から2ページ目のこのいったメンズ型ですね。この名前がハイドロ CD っていう、ちょっとあの、うん、まあ、基本的にというか、あまりこのマニアの方以外知らないなんですけど、まあ、その説明が一番最初のページにちょっと書いてまして、まあ、競泳水着フェチ界隈で非常に人気の高い記事で、一般の購買層からも一定の支持があってたんですけど、まあ、20年近く販売されてきたんですけど、2027年製造が終了してしまったので、あのプレミア化して、で今はもう市場に出回ってるものがなくて、なんで今ってもうお店で行ってももうほぼ売ってない状況なんですよ。なんでもうメルカリで例えばこうそういうのを落札していくであったり、で、まあ、特徴としてはこの黄色の線引っ張ってあるんですけど、生地を薄く綿密にし、表面を可能な限り平面化し、体にもフィットしやすくなるというのが特徴の共犯です。で、さっきのページの、まあ、こんな感じ、これがハイドロ CD っていう記事なんですけど、まあちょっと写真ではまあその材質感っていうのはあんまり分かんないかもしれないですけど、やっぱ光沢かつあのまあ非常にインパクトなんですよね。見た感じ、見た目の普通おしゃれというか、まあ、カラフルなんで。これどっちの色を？インキャメガネ界のウォルト・ディズニー、ニューメガネグループオーナーかっちゃん、魂をメガネに宿し突っ込むことで年商は10億を達成。15時30分という厳しい門限によりホワイト企業の代表格を突き進む。働き方革命家は何を思う？これはこれに関してはもう本当にこれはあくまでサンプル参考という形で、だいたいこんな感じなんですよ。で先ほど申しました通り、あの市場で出回ってるものがないので、うん、手に入るものの中に
から選んでくる形になります。あ、じゃあ色の希望はなくて手に入れば別に何色でもいい。そうですね、うん、市場に出回ってないのに1万1000円っていうのは分かってるんですか。これは大体 の平均の価格、大体このぐらいかかるんですよ。じゃあ仮にですけど、はい、1万1000円を超える場合っていうのは、はい、その金額っていうのはどうされる。まあもう自分で出して補填して。あ、なるほどなるほど。いや僕ちょっとそこ気になってて、はい、この仮に1万1000円だった場合は自己資金はゼロで、そう、全て投資で。そうですね、まあ、自己資金っていうのも考えたんですけど、やっぱりこの市場に出回ってない分探すのにすごい時間がかかるんですよ、うん、なんでその分を自分が頑張るからもうお金だけ出していただければ自分が購入する。探してはまだないんですか。探してはいるんですけど、まあ、まだ具体的なあれはないですね。そうですね、これがいいみたいなのはないですね。だからこのハイドロ CD はまだ見つかってないってことですか。そうですね、目星はついてないってことです。あ、ただ1万1000円っていうのがあれば資金として持っておけば探していいのがあった時に大体買えるんですよ。それ大体っていうのはどっから来てるんですか。ハイドロ CD の平均なんです。それは競泳水着の平均ですか。競泳水着の平均は大体5000円ぐらいあれば買えるんですよ。でもこれプレミア、ちょっと待ってください。これね、はい、やさん、これね、はい、2ページ目かな、体にもフィットしやすくなっていますって書いてますね。はい、これね、俺写真見てみると、はい、ちょっとはみ出ちゃうんじゃないかなって、ね、ちょっとはみ出ちゃうんじゃないかなっ て、 言って僕はね、僕は思うんですけど。確かに僕はどう思うんですけど。確かに どうですか、ケガネさん。ちょっとはみ出そうな、うん、あの雰囲気はありますね。あくまで YouTube で履くんであればはみ出てしまうと、うん、確かに、うん、そう、よく、すみません質問なんですけど、それは僕はまず前提としてはみ出ないとは思ってるんですけど、僕の認識はそれは毛の話ですか。僕毛やと思ってるんですけど。あ、それは毛の話もなんで、その具が出ちゃうんだよこれだったら。いや僕の見た感じでは具は出ないかなと思うんですよね。いやーこれ本当かな。プロさんどう思います。僕も毛の話だと思ってたんですけど、まあさすがに具は出るほどやっぱ大きい方ではないかな。見た目の話、まだ大変失礼恐縮なんですけども、いやいや、それほど具が大きそうな感じではないので大丈夫かなとは、まあ、具はすみません、具は大きいんですけど、その本当に胸パンのフィット具合って多分 もちろんそうなんですけど、測れたことないと思うんでわからないと思うんですけど、もう本当に締め付け、その出る出えへんとかっていうのは、いや、これね、はい、僕が事前に三浦から聞いてる話では、はい、安川さんのそのグーっていうのは、はい、まあ、そんなにめちゃくちゃ大きくはないと、はいはい、ただこの胸パンがね、そのサイズを、はい、よりもはるかに小さい、はい、ちょっとまずいなって僕は思うんですけど、まあ、ただ岩井社長、サイズはこれ変更することっていうのは安川さんの中ではありなんですか。これあくまで S サイズを多分おそらく希望されてるかなとは、最後のごめんなさい、これ見ると S サイズを希望されてるんですけど、 M サイズに変更するとか、そこはユーザーは聞くんですか。あ、それは全然僕はサイズにこだわりはないですね。あくまで生地にこだわりがある。生地です。視聴者さん一番、ごめんなさい、一番気にしてるのはやっぱりその視聴者さんから、この実際の、すみません、資料の4枚目ぐらいの、YouTube からの、YouTube のコメント上で、いただいた声なんですけど、これちょっと、ハイドロ、誰かっていうのを着るためにちょっと切れてしまってるんですけど、ハイドロ CD とかも履いてほしいですっていうので、僕ちょっと先走っちゃって、リクエストありがとうございます。検討してますと言っちゃってるんで、やっぱりここも投資していただかないと嘘つき YouTuber になってしまうので、これはちょっとそうですね、ちょっとそういう非常に焦りはあります。なるほど。まあ、ちょっといいですか。投資、あくまで投資ということで、はい、
その見返りっていうのがもちろんございます。ありますか。そこの説明。やっぱり投資していただくだけでは、で、まあ、現状ですとあまりこう、じゃあそのすぐにお金でし、あのお返しっていう形が難しいので、やっぱ投資をお願いしている立場でありますから、やっぱりこれってあのもう間違いなくこの教板を履くと伸びます。絶対動画が。っていうのも、動画っていうのはあのサムネイルが一番大事なんですよ。で、サムネイルってインパクトが必要なんですよ。だからってなった時に、企画を撮った時にこのハイドロ CD の教板を履いた動画がもうクリックされるんですよ。絶対に。っていうのも視聴者さんからも声からもあのリクエストもありますし、やっぱり人気の高さはやはり発色青年とぴったり着用感かという、あのさっきの前のページですかね。で、ハイドロ CD の場合、ちょっとまた線引っ張ってると思うんですけど、他の競泳水着と比べてみても、ひときわ輝いているように見える発色性は見る人に大きなインパクトを与えるんですよ。っていうことはもうこれで方程式かみ合ってるんですよ。サムネで上がってきたときに、再生数伸びるんですよ。でそうなったときに、僕が考えている投資していただいた場合のリターンとしては、競板を履いて伸びた、で、得られた収益っていうのは、あの、もう 1% はそれ還元していこうかと思ってます。で、あと、そうすることによって、絶対に再生数が伸びてきて収益も上がってくるだけじゃなくて、やっぱりリクエストに応えた形なんですよ、これって。ってなると、口コミでやっぱ広がっていくんですよ。で、チャンネル登録者数も増えてくるんですよ。ってなると、宣伝効果が生まれるんですよ、僕のチャンネルに。なので、皆さんが始めたいビジネスであったりとか、もうコラボとかもしていって、還元していくと。そういうリターンを考えています。どうですか、トラの皆さんは。僕が、やっぱ心配しているのは、いくらいい評判を吐いたとしても、吐く人っていうのは僕、非常に重要だと思ってて。安川さんがどれぐらい素晴らしい方なのかっていうのがまだ見えない、うん、いくらいい評判でもやっぱちょっとね、虎の、まあ、かっちゃんなんかお世辞にもいい体じゃないから、彼が入ったところで絶対バズることはないじゃないですか。そうです、ね、宝の持ち腐れというか、そうならないから、うん、そこに関して言わせてもらうのは、やっぱりハイドロ CD の評判持ってないんですよ。でも今一番伸びてる動画で43万回再生、登録者数ももう3000人超えてて、3100人にもうちょっとでいくっていうところになってるんで、これどういうことかって言ったら、やっぱりあの物がなくても伸びているっていう証拠になってると僕は思ってます。だからハイドロ CD が加われば鬼に金棒状態、安川に共感状態になるんですよとは思ってます。そこは数字であの結果が出てるかなと思います。ちょっといいですか、はい、資料の、はい、これあの、まあ、人気の高さはやはり発色性能とぴったり着用感かってところなんですけど、はい、最後のところ、はい、皮膚を覆うもう一つのスキンとしてフェティッシュ感が高まっているように見受けられるって書いてあるんですけど、はい、これどういうこと、これってどういうこと、あんまりわからない。意味はちょっとスッと入ってこないですね。まあ、ちょっとやっぱりこの界隈以外の人に説明するのが非常に難しい語句にはなってくるんですけど、まあ保証され、簡単に言うと保証されてますっていうことですね。あの人気の高さを保証されているということ。これを簡単にするとそういうことか。そういうことですね、簡単に言うと。ちょっとこれ僕ちょっとこれ見たときに、ちょっとセクシーすぎないかなって。確かに。でも YouTube ってやっぱりいろんな人が見るから。うん、そうですね。間違いないです。あんまりこう、ここが押されすぎるとよくないんじゃないかなって。確かにこれ入ってからの動画も気になります。そもそも今の YouTube チャンネルは健全なのですか？とっても健常です。健全ですね。ちなみにどういった YouTube をされてるんですか？はもう本当に教官吐くまでは本当にお笑いだけやったんですけど、はい、あと教官入ってスイカ割ったりとか、電気屋までスイカ割ったりとか、
何件の場合でスイカ割る？あーですね。例えば今その岩井社長にできたりとかするんですか？僕は全然大丈夫ですけど。あ、僕がされるんだ。なんかもしあれやったら、もしあれ見せてもらってもいいですか？するんじゃなくて僕がされる。そりゃないよ。いや、主催なんだ。あなたの言ってることは今から僕がここで恥ずかしみを受ける。そういうことでしょ。だからすみません、投資1万1000円っていう大金を投資するわけですから、ちょっとやっぱ今後どういった動画が上がっていくのかっていうのはちょっとやっぱ見させてもらう義務はトラ側にもあるのかなと。今からできるの？僕は全然いつでも大丈夫です。今回だけで、ね、じゃあ私も主催者ですから、まあ、健全な投資してもらうためにちょっと一言できます。三浦、三浦ちょっとセッティングして。岩井社長電気ハンマーよろしくお願いします。お願いします。おーしょうがあー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 いやー逆だったよね。安川さんの動画って今まで何本か見させてもらったことあるんですけど、大体、はい、安川さんが受けてるんですよ。でサムネそうですよね、山を、これ僕にしてもらって皆さん何か分かったのかなって。すいません、全然分からなかったです。正直分からなかったです。まあこれした上で、はい、皆さんどうかってことですよ。まあでもそうですね、本当に安川さんが普段からされてるお仕事ぶりっていうのは、まあ、分かりましたし、本当に真摯に取り組まれてる、電気ハンマーというものに取り組まれてるんだなっていうのは、まあ、伝わりましたので、まあ僕は良かったかなと、やってもらって良かったかなと思います。いよいよ最終決断の時、果たして。では、メガネさん、よろしくお願いします。はい。受験でお願いします。コメント。そうですね。まあなんかいろいろ頑張ってはるのが伝わってきたんですけど、結局物がその流通してなくてまだ見つけられてないので、その原曲いくらかとか、まあそのなんかその辺がちょっとよくわからなかったかなと思って、ちょっとまあまあでも10年ぐらいだったら。出してもいいかもしれないな、というそういうあれですかね。ありがとうございます。ではプロさんお願いします。僕は5500円です。いやねえ、メガネさんと半々ぐらいで出せたらもう全然投資してもいいかなって、面白いなっていうふうに思ったので、ねえ、岩井社長が体張って電気ハンマーを受けてくれはったわけですから、ちょっとは報い、ね、報いだなっていうふうに思って、まあ半分っていう金額出したんですけど、ちょっとね、惜しくもっていうところかな。そうですね。では、この時点で、合計金額が5510円ということで、本来はナッシングなんですけれども、これちょっと特別に残りの4990円、私が条件付きで出させていただきます。え、条件は何なんですか？1個だけ条件付き、1週間に1回僕に電気屋も来てください。よろしいですか皆さん？それでもう例えば、また僕のわがままで、私は5490円、4990円。ありがとうございました。ごめん、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。みんなも盛り上げるために、はい、頑張ってください。ありがとうございます。
パノラマ TV。 皆さん今日もありがとうございました。なんとね、ここで新しい情報が入っております。視聴者さんが安川に履いてほしい教パンを DM で教えてくれると、安川が令和の教パンでプレゼンをして履いてくれるかもということなんですけど、どうですか安川さん。それはとてもワクワクです。皆様 DM お待ちしております。バイバーイ。